やろう、やらいでか、やっていこう。シムパート41です。どうもアザラシです。やっていきます。さあ、朝1でマークのクリスマスちょっと違うか、いつもと同じか。7時半。なんか早くしていけってマークに言われたような気がする。昨日、今日からバイトだ。今日からバイトだ。急ごう。朝9時出勤早いな。あ、でも朝9時出勤っていうことはそれに間に合うな。もう初めから新横須賀港に着いてるな。しかし最近ちょっと雑念が多すぎる。雑念が多すぎてもうダメだな俺はってなってるな。まいった。あ、こんなのやるのかい。フォークリフトレースか。 Good morning, everyone. Good morning, everyone. 君ら遊んでるよ。今日も恒例のレースをやるぞ。みんな腕を磨くんだぞ。どんな荒くれた街ですか。どんな荒くれた職場ですか。しかも3周勝負だ。準備はいいな。何なんだこれは。いきなりだな。もう気分がもうちょっと面白くなっちまった。よし、そろそろスタートする。やろう。楽しそうだ。何なんこれ。ちょっと置いていかれた。ぶつけちゃいかんのだろう。コースもわからんな。ああ、一応張ってくれてる。ぶつけるなよ、ぶつけるなよ。今ぶつけた。あ？ここ面白いな、ちょっと。ちょっと面白いな。せめて3位に入りたい。3位に入りたかったのに。せめてぶつけるから。これあれ 毎日やってくれるのかな。初日はさ、新入り劇で優勝するとかちょっとちょっとあれだよな。それはようねえな。新入りやっぱ初日ぐらいはやっぱ穏便にこの程度かっていうところを甘く見られるようなそういうのプレイをしている。弾けるのかな。弾けないか。弾けないか。1分。いきなりこれに時間かかってくる。後半からの追いかけがね、やっぱりこう盛り上がるんじゃないですかね。うわ、難しい難しい難しい。早く走ろうと思うんだけど、それがちょっとなかなか早くすると曲がりきれずにガツンってなっちゃう。あー、なんかもうこれは楽しいね。なんか嫌なこともちょっと吹き飛びかけてる。嫌なことっていうかその悩みっていうかモヤモヤしたのが吹き飛びかけてる。これのおかげでこのバカバカしたのよ。いや、バカバカしいのも大事だね。そんなことを思いますね。よし、4位までいけた。うまくいけば3位いけるかもしれない。濃密だね、基本的に濃密で走り切るということ。濃密で走り切るということ。よし、よいしょ。ちなみにこれ今撮ってるの23時17分です。ぴったし20分ぐらいで動画切り上げて、そしてなんとか今日中に上げられるのが目標ですね。目標となりますね。取って出しがいいんだよ、やっぱ一番。蔵出しというか、蔵出し生というか、蔵にも入れずに出す感じ。蔵にも入れずに出す感じ。吟味もせずにそのままっていう、それが一番ボジョレ・ヌーボーなんですね。ボジョレ・ヌーボーな実況を上げてる。
間に合わん、4位止まり、いかんかん、ウィニングラー、まだまだだな。じゃあそりゃそうだよ、昨日入ったばっかりで。これが商品だ、ありがとう。フォーク、ナンバー4、ナンバーワンももらえるから、いずれ。さあ仕事だ、頑張ってくれよ。頑張ります。今日からよろしくな、ボーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速仕事だ。この荷物をフォークリフトで運んでくれ。どこへ運ぶ？どこへ運ぶんですか？18番倉庫。これがルートマップ。今日のノルマはそのマップに書いてあるからよく読むんだ。ノルマ10個。ノルマよりもたくさん運べばマネーをアップするよ。わかりました。荷物を傷つけないように気をつけるんだ。オッケー。一番倉庫のとこね、出て右、あっち。最初簡単だったな、そういう意味では。急ぐぜ。こう見えー、この視点がいいね。ここでいい、多分ここだな。多少雑でもね、でしょ。雑もいいとこ。視点がこうか。よし、バックがいいね。早い。視点が。よし。こういって、よし、分かった。ちょっと今掴んだ。自分の中にちょっと掴んだところがある。こうして。で、こうして、こう。で、こうして、こうだ。これだ。まあ、ただ、あれだな、倉庫の中からバックで出てくるっていうことを今、思いついただけなんだけど、ただそれだけなんだけど。いつまでに10個、動画の時間的に大丈夫ですかね。いつまでに10個というのもあるし、動画のあの20分で終わらせたいっていう、そういう目標も。ああ、ここはちょっと良くないな、ちょっと良くないな。そしてさっきの倉庫からバックで出るっていうのをすっかり忘れちゃってるっていう。いやー、でもどうなんだろう、この辺とかさ、どんどん飛ばしていった方がいいのかな。動画的にそんなに盛り上がるところもないしさ、飛ばしていった方がいいかな。で、飛ばすっていう考えはよくねえな、安直だな。飛ばせばいい、何事も飛ばせばいい、嫌なことは全部飛ばしてしまえばいい、ね、楽しいところだけ味わっていければいいんだ。そんな風な甘い考えでシェンムーをするのは良くない。人生を楽しめない、そんなことじゃね、そんなことじゃ人生は楽しめない。やっぱこのね、辛いこと、しんどいこと、面白くないことって、そういうのもね、一つ一つやっぱこう味わってね、苦労して、それでやっぱあの楽しい瞬間があの時々訪れる、そういう感じでね、あの物事何事も進んでいくんじゃないでしょうかって思うんでね。ほど落ちる、こういうのちょっとよくねえな。あ、ちょっとやっぱはまんねえ。こうしよう。
しない方がいいんだろうな、多分。でバックして、クリスマスにさ、バイトだぜ。しかもそのバイトがなんか目標目的もさ、親父の復讐のためのバイトだもんな。ただただバイト、親父の復讐を思う考えるのがあまりに香港に渡ろうって、そのための軍資金作りのためのバイトのバイトだもんな。多少ちょっと頭おかしいよ。多少頭おかしくなるよ。もっとなんか面白いことしようや、考えようや。早っ、引いちゃう引いちゃう。この視点変えたいな。何時まで？ 5 時までこれ延々か？これは若干動画としても乱暴だよな。若干どころじゃないな。どうしよう、これはフォークをやるけどさ、淡々とやらせてもらうけどさ、かといってカットとかするってさっきも言ったけどさ、時間がね、時間があの11時24分ですね今。ですからあの編集してる余裕はないよねっていう。撮って蔵出し生とかって言ってた。今なんか言ったな、ぶつかりそうになったんだけど、撮って蔵出し生でとか言ってんのにさ、これこの調子じゃとてもじゃないけど蔵出し生できない、蔵出しできない。よし、このペースな、ノルマ10個いけそう。1個30、300円で運ぶっつってんだから、昼飯タイムすらない。これがリアルな CM の時間、昼飯タイムすらない。昼飯すらない回もなく、リアルに10個で3000円か。なかなか10個程度じゃ、1個300円でしょ、10個で3000円でしょ、10個程度じゃなかなか、なかなかだな。うまいでしょ、10個程度では。お金が邪魔しないで、今真剣にやってるんだから。ポップこういう時は歌の一つでも口ずさんで言った方がいいな。お？昼休みか。ここらで切れないね。13分だな今。動画撮り始めて13分。12時になったら一旦休憩なんだ。1時間ぐらい休憩の時間あるのかな。クリスマス。マークさん。寂しそうっていうか、あ、これは悪い人たち。あ、What the hell? 俺たちのことを嗅ぎ回ってるらしい。なんだと、マーク。おめえ、真の手先。真の手先。知らない。お、本当に知らない。なんてことでしょう。てめえ、とぼけんじゃねえ。やめろ。ああいう身のこなしの一つ一つにちょっと憲法家っぽい。戦うのか、やるのか、やるんかい。この間に俺は鍛えた必殺技だ。空白の
空白の2日、あやめて紅白の2日間によって空白の2日間に俺が鍛えた技が、あ、なんとかなったか、なんとかなった、旋風だったかなんだか、違うな、土蜘蛛か、違う、忘れた、空白の2日間によって鍛えられた俺の技が、前後ろ後ろ蹴りだったか、後ろ前前蹴りだったか、マッドエンジェルス、なぜあんた、どうやら俺を敵の回し者と勘違いしたらしい、どうやったら勘違いすんだよ、チンというやつの組子らしい、よく知らないけどねチン大臣、この武術家を疑った方がいいや、いかにも怪しい、チンっていう人とも関わりがありそうな気がするぞ、この武術家、あ、あそこに、あそこに、あそこにあれがいる、ビリーがいる、ビリー、ゴロー、ゴロー、ゴローがいる、ゴローが、ヘイ、ゴロー、ゴロー、ゴロー、マッドエンジェルスのこと、それしか聞かんのかい、うわー、兄貴お疲れ様っす、なんだ、どう思い出して、その名前、なぜ、聞いた、その話は、お前、だ、ここじゃ、なぜだ、それは、じゃあな、あんまり、じゃあ、またな。じゃあまたな。久坂さん。久坂さん。マッドエンジェルスについて。ま、それも話がすっと広がらないね。うん。多分1時になったらあのフォーク再開なんでね。そこまでにしましょう。なんかその間、そこまでになんか面白いことが起こればいいけど。まあ起こんないよな。ぶっちゃけ。起こんないよね。あの18番倉庫に行ってみるか。18番倉庫でさ、あの自分が入れたあのフォークリフトで運んだ荷物がそのまま積まれてたら面白いよな。シェンムーよくできてるよな感あるよな。この景色は自分で作ってるんだっていう、そういう実感が湧くかもしれない。景色は自分が関与できないものではなくて、自分が関与したして世界が景色が成り立つというかね、そういうのっていいと思います。開いてねー、18番開いてね、残念。ただ確かガチャリで入れる、そこまでしてみるか。え、あー、うん、違うな。ん、うん、やっぱそうなんかな。ん？そんな気がしてきた。休憩いつまで？1時5分なんですが。あ、昼休み2時間。ほう。2時間も昼休みがある。暇ですね。絵描きのお姉さん、そこで何を描いてるんですか？マッドエンジェルスについて何か知ってますか？知らないわ何が見えるんだここから。カモメかな。2時間休憩長くない？12時から2時間で、2時から5時までだから3時間か。9時から12時まで3時間だから、9時から12時まで3時間、2時から5時まで3時間で、3時間3時間の6時間当てがわれてるのか。何でしょう。だけどマッドエンジェルスについて何か知りませんか？ちょっと大きそう情報通かと思ったけど、そうでもないか。だから6個はず運べたわけだ、3時間で。同じ川山陽なら、同じ川山陽だったら、まあそうだな、12個はいけるんか。今計算に時間かかったわけじゃないよ。この人誰だろう。すいません、生まないけど、また来た時聞いてよ。まあまあ川越え、
これあれか、違った。マッドエンジェルスについて何か知って、うーん、ちょっとボロ、わかります。ボロの友達の人かと思った、違った。友達の女の子かと思った、違った。ガチャ。あ、もう20分来た。とりあえず給食のおばちゃんに話を聞きたかったんだよ。その前にこっちの話してる OL に話したけど、マッドエン、わかんない。港を聞いたことないの。わかんないな、悪いけど私も知らない。そうですか。何この人たち。マッドエンジェルス、マッドエンジェルス聞いたことないな。こういう首の振るの初めて見た。マッドエンジェルスの、わか、そうそう、わかんないのよって言ってるの。なんか今のは知ってるな、この二人。さては、すいません。なに？マッドエンジェルスに、マッドエン、いや、まさか、いや、なんか聞いたような気がする、かつて一度。じゃあまあここら辺にしましょう一旦。うん、中途半端だけど多分ここしかセーブすることできないわ。うん、始まったらね、バイト始まったらもう始まってしまうから、日本語がおかしいけど、始まったらもう多分セーブできん、コンティニューとかセーブできんから、ここで一旦ストップとします。すいません。どこだ、これレジュームだったかな。中断、一中断。ほんじゃ、また次の動画で。